皆さんこんにちは、安野です。それでは2021年度の講義、自分勝手にいろんなことを喋らせてもらう講義なんですが、を進めていきたいと始めていきたいと思います。前回2020年度去年というのは、考える技術、書く技術、読む技術ということで、バーバラ・ミントの考える技術、書く技術という教科書を基本にして、文献というのをどういうふうに考えていくのか、捉えていくのか、理解するのか、そして書いていくのか、そしてそれを通じてものを考えるというのはどういうことなのかというのを見ていきました。で、今回はそれをもう少し社会の中に持っていった話をしたいと思います。で、一応表向きには OCT から考えるというのを今回のテーマにします。で、 OCT というのは僕自身が長年研究している光コヒーレンストモグラフィーという光を用いた生体イメージング技術です。YouTube で見ている人は、僕自身がそういう研究をしている人間だというのを知らない人もいると思うんですが、僕自身は本当の専門は光イメージング技術の研究開発をする人間です。で、このただ OCT の技術の部分というのは、技術に関してはこの全体の講義の中でほんの一部分で説明するだけです。で、ただ僕自身がこの OCT の技術というのは長年研究開発、基礎的なところから応用まで進めていく中で、一貫してそれをどう捉えるかというのを考えてきたんですね。で、その視点を使って OCT というのを考えて捉え直していきたいと思います。なので OCT について考えるではなくて、この講義のテーマは OCT から考えるというふうにしたわけです。で、この講義、そういう視点で全体を4つの、セクションに分けました。で、実際には4番目のセクションというのは1番目のセクションとつながってくるので、実際には 3部構成なんですが、それをまず今説明しておきます。まず第1部は社会の中の研究です。研究というのが一体社会の中でどういうふうに捉えられていくのか、で、どうして、なんていうのかな、研究っていうのが税金によってサポートされていくことが正当化されているものなのかというのを考えていきたいと思います。で、キーワードになるのは価値創造です。価値創造として研究を捉えていくということをやってみたいと思います。で、続く第2部では、OCT 光干渉計測なんですが、生体の光干渉計測なんですが、そもそもそれを、僕が研究している中で、計測って一体何なのというのを疑問に思い出したんですね。なので、ここ OCT の話になかなかたどり着かなくて、この授業、計測とは何なのかというのを考えていきたいと思います。で、ここでキーワードになるのが僕、安野ですね。僕自身がここ 2,3 年すごくその自分の中でホットな施策テーマとして考えている認識論的計測科学という話をしたいと思います。つまり計測というのは人間の認識の一部である。人間の認識という大きな行為の中の一部が、技術的な意味で計測と呼ばれているだけだという視点です。それに基づいて計測とは一体何なのかというのを考えてみたいと思います。そして第3部になって、やっと光干渉計測、オプティカルコヒーレンストモグラフィー OCT という技術と、それの元になっている光干渉というのを説明したいと思います。で、この部分はかなり専門的になるので、興味のない人はある意味ちょこっとだけ見て飛ばしちゃってもいいですし、逆に理工系の人でこれ聞いてる人は割とこれはこれで面白いと思うので、第3部もできれば楽しみにしてください。で、その上で、その第3部で作られていく技術ですね、その技術をどうやって社会化していくかっていうのを考えます。それが実は第1部のテーマであった社会の中の研究というところにつながってきます。なので第4部、その技術の社会化っていうのは実は第1部の再起ということになるわけです。第1部が戻ってきて第4部にたどり着きます。で、この第4部、ここでは論文について考えます。つまり出版によって論文を書くことによっていかに知識を社会化していくのかというのを考えていきたいと思います。で、そのためにはじゃあ論文というのはどういう構成を持っていて、どういうふうに考えていけばいいのかというのを考えていく。なので、第4部に関しては少し違う視点も出てくるんですが、去年の2020年度の考える技術、書く技術、読む技術という講義のダイジェストみたいなところですね、そこも少し入ってきます。で、その上で僕自身が、もう20年以上ですかね、論文を書き続けている中で自分なりに作り出した、論文をどうやって考えるのかという考え方、そして論文を作り出していく、構成していくというメソッドについて説明したいと思います。それでは
2021年度今年も、安野のこの好きなことを喋らせてもらう講義楽しんでみてください。それでは講義 OCT 光コヒーレンストモグラフィーから考えるというのを始めていきたいと思います。今回の今年度の講義のテーマはこれですね。光コヒーレンス、ちょっと直そうかな、コヒーレンストモグラフィー、括弧して省略形 OCT から考える、これを今回の講義のテーマにしたいと思います。光コヒーレンストモグラフィー、一応よく使うので英語でもスペルアウトしておきます。オプティカルコヒーレンストモグラフィーですということです。で、じゃあこの講義何を狙っているのかというと、もともとはこの講義、光コーヒーレンストモグラフィー OCT とは何なのかというのを考えていた講義でした。一昨年前までですね、昨年というのはちょっとまた違うテーマでやったので、一昨年前までのこの講義というのは、OCT 光コーヒーレンストモグラフィーとは一体何なのかというのを考える講義でした。で、それを今年度少し、変えていきます。どう変えていくのかというと、OCT について考えるというよりは OCT からいろんなものを見ていきましょうという講義に変わっていきます。じゃあこの視点、一体何を見ているのかと、見ていくのかというのを考えてみましょう。まず OCT とは何なのか、今ちょうど OCT から考えるといったところなんですが、そもそも OCT とは何なのかということがよく分かっていないと、そこから先進まないので、まず考えることの一つというのはこれです。OCT とは一体何なのか。で、もう少し広く捉えて、生体光干渉計測、OCT のことなんですが、生体光干渉計測、日本語だとあと光干渉断層計という言い方もするんですが、今ここではより少し広めの言い方で生体光干渉計測という言い方をしておきます。これは一体何なのかというのが、OCT という視点で考えていきたいことの一つです。で、ここで計測というキーワードが出てきました。で、この計測からさらに発展させて、ここから今度は計測とは何なのかということを考えたい。計測とは何なのかという疑問が出てきます。です。で、この講義自体は計測装置としての光干渉断層計測というのを考えて、OCT ですね。そしてこの OCT からバックキャストして、そもそも計測とは一体何なのかというのを考えていくという思考の構造を取るわけなんですが、この計測とは、生体光干渉計測とはというのを考えていくについて、そもそもそれが何なのかを考えるためには、それがどこに配置されているのかを考える必要があるということが出てきます。そしてそれに答えるのが研究とはという次の疑問です。OCT から考える研究とは、この3つですね、生体光干渉計測とは何なのか、OCT から生体光干渉計測というのは何なのかというのを考える。で、そのためにはそもそも計測とは一体何なのかというのを考える。そしてこの計測装置を作るという研究開発というのは一体何なのか、それを考える必要がある、こういう流れです。で、ただこの講義では反対にアプローチしていきます。まず研究とは一体何なのかというのを考えて、その後計測とは一体何なのかというのを考えます。そしてその視点を持った上で生体、干渉計測ということで OCT とは、ね、というのは一体何なのかというのを説明していくということになります。なので、このまず今日はここの研究とはという話をするんですが、ここはまあ割と、今日のところというのは社会学的というか、ちょっと哲学的というか、ちょっと不思議な講義になると思います。で、この計測とはというのも、完全に技術の話を今回するわけではなくて、そもそも計測というのは一体何なのかというのを説明していくという講義になります。計測というのは一体何だと考えればいいのかというのを、議論していく講義になると思います。で、それが第2回以降ですね。で、そして最終的にはここです。生体光干渉計測 OCT とは一体何なのか。で、これに関してはかなり技術的な話をしていきたいと思います。
で、じゃあ今話したことをもう少し別の視点でまとめたいと思います。本講義の目的、こうかな、ここ漢字自信ないのでカタカナにしておきましょう。本講義の目的、まず、目的の一つは光コヒーレンストモグラフィー、 OCT っても書いちゃいますね、光コヒーレンストモグラフィー OCT という研究分野を理解する。これは実はすなわち OCT という研究分野からそもそも研究とは何なのかというのを理解するという流れにつながっていきます。で、この OCT という研究分野を理解する、そのためには何をしたらいいのか。まず、講義の広い意味での研究というのは一体何なのかというのを理解して、考えて理解する必要があります。これはつまり研究というの、講義のっていうのはどういう意味なのか、講義の研究っていうのはどういう意味なのかっていうと、つまり研究というのを社会的、経済的に理解していくということです。社会的、経済的視点で理解するか。ということになります。で、この講義の研究とは一体何なのかというのを議論して、さらにその視点を使って計測とは一体何なのかというのを考えていきたいと思います。つまり、計測という行為、割と我々は一般的なもので分かっていると思ってるんですが、実はどうもそういう簡単なものじゃないんじゃないかと、いう僕自身が最近持っている問題意識から少しアプローチしていきたいと思います。で、その上で、技術ですね。OCT の技術。そもそも OCT っていうのはじゃあどういう技術でどうやってものを計測しているのかというのを説明していきます。で、開発、説明という意味ではここからこうですね。講義の研究とはというのを説明して、計測とは何なのかを説明する。で、その後にそれの実例として OCT の技術とは一体何なのかを説明していきます。で、ただ疑問の順番としては、ここを理解しようとしたらここにたどり着きましたという流れを取るわけです。で、その上で最後、この講義の最後には、OCT の技術、我々OCT の技術の研究しているんですが、この開発した技術や研究成果、研究知識というのをどういうふうに社会化していくのかというのを考えます。技術と知識の社会化。これはどのように社会化していくのかという疑問に答えていきたいと思います。なんでこの最後のポイントというのは実はここですね。最初のポイント、この、最初のポイントとつながっていると、こっちの方がいいかな、最初のポイントとつながっているということがわかるわけです。というところを、理解していってもらおうというのが今回の講義の目的なわけです。では、今回の講義の全体の構成をおさらいしてみましょう。さっき作った2つの板書のもう一回繰り返しみたいになってしまうんですが、もう一回いきますね。全体の構成、まず第1部、4部構成でいきます。社会の中の研究というのを議論していきたいと思います。1がちょっと分かりにくいね。
社会の中の研究で、これは研究を価値創造のプロセスとして捉えるということです。いきなり今日のクライマックスを言葉一言で説明してしまったんですが、今日今から説明するのは価値創造の過程として研究を捉えるということを説明していきます。で、第2部、続いて第2部、次回以降になるんですが、ここでは計測というのは何かを考えます。ここでは計測というのを人間の認識の一部として捉えていきたいと思います。僕自身は最近認識論的計測工学という計測科学かな、認識論的計測科学という言い方をしているんですが、ここでの視点は人間の認識の一部として計測を捉えるということです。で、続いて第3部。ここが、一番この授業の授業っぽいところになるんですが、OCT、光干渉断層計、OCT の原理を説明していきます。光干渉と、ちょっと文字がぐちゃっとなっちゃったね。光干渉と OCT、光コヒレンストモグラフィーです。で、最後、第4部。この第4部は、これですね、第1部とリンクしていくことになるんですが、なので、括弧して、第1部プラスって書いておこうかな。これ、ここで、知識の社会化、つまり、第1部で社会の中の研究というのを考えて、そこから徐々に個別の技術にたどり着いたんですが、この技術を第4部を通して社会の中に還元していくという方法を考えていきたいと思います。それが、論文について考えるということです。それが第4部のテーマになります。これはすなわち研究をいかに社会化するのかという問題です。では、早速今回のテーマ第1部、社会の中の研究、価値創造として研究を捉えるという話をしていきたいと思います。で、ここで今日考えていく内容、一言でまず疑問として定義します。研究とは何なのか、これが今日僕がこの講義の中で、今回の講義の中で答えたいテーマです。この今回のというのは今日のってことですね。この質問について、この疑問について考えていきましょう。で、まず一つ、みんなが割とスラッと納得してくれるんじゃないかなと思うのは、競技の研究です。狭い意味での研究。で、この競技の研究、じゃあ何なのか、みんなちょっと一回考えてみてください。競技の研究、狭い意味での研究って一体何なのか。狭い意味でのと、変に考えると分かりにくくなると思うんで、多分皆さんぐらいの視点だとまだ学生さんなので、そもそも研究というのは何なのかというふうに考えてもらった方が分かりやすいかなと思います。で、この後それを広げた講義の研究という話をします。どうかな。じゃあ講義の研究一体何なのか、僕自身はこれを割とシンプルに定義しました。それは講義の研究というのは学術知識の生産だということです。知識を生み出すのが研究ってことだね。学術式、つまり、ちょっとこうスペース空けときますね。学術知識の生産、これスペース空けたんですが、ここ何を書きたかったかというと、この学術知識を別の言い方で言い直したかったんですね。どうやって言い直すのか、これ書こうかな。情報です。学術知識、つまり新しい情報を生産するのが、狭い意味でのコアの部分での研究と
いうことだというのが僕自身の理解です。で、これに関してはみんなあんまり異論のないところだと思います。まあちょっと違うかなとか別の言い方もあるんじゃないのと思うかもしれないけど、研究っていうのは学術知識の生産じゃないでしょうというふうに思う人はほとんどいないんじゃないかなと思います。で、じゃあ広い意味での研究というのは一体何なのかというのを考えてみたいと思います。講義の研究。ちょっと待ってね。競技の研究。で、講義の研究。講義の研究。広い意味で研究というのを捉えると、これ一体何なのかというのを考えてみましょう。で、これを僕自身はもういきなり答えからアプローチしていきますが、僕自身の理解ではこれはやっぱり学術知識の生産なんですよ。その競技の研究というのは講義の研究の中に内包されているはずなので、この上に示した学術知識の生産というのが否定されるわけではありません。あくまでもこれは入ってくるんですね。で、ただちょっとその様相に条件がついてきます。学術知識の継続的な再生産過程、これを僕自身は講義の研究だというふうに理解しています。つまり知識が生まれて、でさらにその知識を使って次の知識が生まれていく。知識が生まれて、この知識を使って継続的にさらに知識が生まれていく。知識から知識が生まれる。で、その過程そのものが研究だって考えたわけです。で、さらにこの知識というのは使ったからといって、この最初の知識をここで使ったからといって、こっちが消えてしまうわけではないので、この知識をここで使った上でもう一個、こっちですね。もう一個増えるんですね。なんで、知識というのはこの研究の過程において拡大再生産します。どん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 知識自体が増えていくということが起こるわけです。で、この知識の、もう一回いこうかな。知識の、学術知識の継続的な拡大再生産過程。これを僕自身は、講義の研究だというふうに理解しました。で、じゃあこの講義の研究、学術知識の継続的な拡大再生産というのをもう少し突っ込んで考えてみたいと思います。で、そこを突っ込んで考えるために僕自身が手がかりとして使ったのがここです。情報。黄色で書こうかな。情報です。で、この情報っていうのは一体何なのか、いろんな定義が数学上とか情報科学上はいろんな定義があると思います。ただ、サイバネティクスという概念を提唱したウィーナーっていう人間が割と的確な言い方をしています。ここで紹介してみましょう。ウィーナーのサイバネティクスですね。ここで彼が言ってるのは、情報とはすなわち差異である。情報とはすなわち差異である。これね、差異、つまり違いです。この違いを作ると、違いというのがすなわち情報、つまり、そして情報というのは今我々は学術知識と考えているので、つまり何かに対して差を作っていくことが学術知識の生産だというふうに考えられるわけです。何かに対して差を作っていく、違いを作っていくことが学術知識の生産です。そして講義の研究ではこの差異が拡大再生産していく、その過程をそもそも講義の研究と我々呼ぶということになるわけです。これ僕自身のちょっと独特な理解なので、あ、なるほどと思って聞いといてもらえばいいんだと思うんですが、これがどこでもみんなこの考え方で合意しているというものでもないので、そこだけはちょっと多めに見て話を聞いてください。では、ここですね。そもそも、学問というのが学術、すみません、研究というのが情報、すなわち差異を作り出すものだとすると、それを社会の中でどういうふうに捉えたらいいのかというのを考えてみたいと思います。
で、ここで次に出てくる視点が負債、これは実は価値であるという考えです。例えばね、債が価値だっていきなり言われるとちょっと、あ、そうなんですかねと思うかもしれないんですが、債はすなわち情報であると考えれば、情報を作り出すっていうのは価値を作り出していることだっていうのは割と納得いくよね。で、さらにそれが学術知識を作っている、差異を作っているってことは学術知識を作っていることだっていうふうに理解すれば、まあじゃあその研究というのはそもそも学術的な価値を生み出している、つまり差異というのは価値なんだっていうふうにちょっと納得してもらえると思います。では今ちょっと頭出しして先走って出ちゃった言葉、研究の価値、研究の生み出す価値、これは一体何なのかというのを考えてみたいと思います。研究の生み出す価値とは、この研究の生み出す価値を考えていくんですが、この価値、これを先ほど差異だっていうふうに考えました。価値とは差異であって、差異とは情報であって、情報とは学術知識である、学術知識とは情報であって、情報とは差異であって、その差異はすなわち価値であるという考えです。じゃあこの価値が差異なんだとしたら、研究はどこに価値、つまり差異を作り出しているんでしょうか。それがここもいきなり割と独断論的に今回言っちゃいます。僕自身があまりきちんと証明された形でこれ自分自身の考え方まだ体系ができていないので、どうしてもちょっと独断論的な説明になってしまうんですが、そこ勘弁してください。ちょっと待って、余計なこと言っちゃいましたね。研究の生み出すものが価値、研究の生み出すものが価値であって、その価値がすなわち差異なんだとしたら、それはどこに作られるのか。それの答えは、僕自身の理解ではそれは社会に対して差異を作っていく、ということだと思います。で、なんでそういう話になるのかというと、社会の中に差異を作っていくのが研究だと、講義の研究だというふうに定義することによって、研究が社会的にサポートされることが正当化されてくるからです。そして今の世の中では研究というのは社会的に実際にサポートされています。例えば税金なり何なりによって我々大学というのは運営されている。なんでじゃあそういうことが経済的に合理的に行われうるのかというと、それは研究が社会的な価値を生み出しているからというふうに考えることができるわけです。そしてその価値というのはつまり、社会の差異だったわけですよね。なんでじゃあどういうことなのか、これをまとめていきたいと思います。まずある研究がない世界というのを考えます。こういう感じ。これかなり概念的な図なので、と思うかもしれないですが、まあ聞いといてください。ある研究のない社会のあり方が、例えばこういう円で表せるとします。で、次にある研究を行います。それによって社会の形というのは変わってきます。例えばこういう感じね。で、そうするとまずこの部分、あ、そっか、ここ書いておきますね。ある研究のある社会、そうするとこの部分、この部分が新たにその研究によって作り出された領域です。その研究のない社会、こっちね、こっちではこんなところ、ここにはこれは存在しなかったわけです。それがある研究が成立することによってこの部分が作り出されました。で、その一方でその研究が作り出す、その研究が作り出されることによって消えちゃう部分もあります。それがこの白のところです。で、この差ですね、こいつら、こっちで書こうかな、こいつら、こいつらがつまり研究の作り出す価値です。ここまとめておきましょう。研究の作り出す価値とは、世の中の
社会のって言い方をしてもいいかな、世の中の社会の在り方の際であると。ということが、できると思います。なんでこれね、パッと一見してみると、このその上でこの部分っていうのは新たに作り出された部分、この部分っていうのは、消えちゃった部分です。なんでこの部分の面積からこっちの部分の面積を引いたのが新たに作られた価値なんじゃないかなというふうに考えるんですが、あの実際それに近い考え方をこの後していきます。ただ必ずしもそれはストレートにそう言える問題ではなくて、個別性というのを本当は考えないといけないんですね。例えばこの領域とかこの領域、ここにあるのは、この差の中にあるのは個別的な価値です。別の言い方をすると顔のある価値という言い方をしてもいいと思います。で、個別的な価値、顔のある価値っていうのは一体何なのかというと、物として名前がつくような価値だというふうに考えてもらえばいいと思います。例えば今回の講義の元々のというか本来のテーマであるはずの OCT 装置、これは光計測装置ですね。これは OCT 装置という個別的な価値です。で、あとは、例えば生体の顕微イメージングなんかだと、新しい蛍光分子プローブ、プローブ分子とか、あと新しく作った計算理論っていうのもそうですね。アルゴリズムっていうのもそうです。で、例えば、これ個別的だっていうのは少し分かりにくい概念なので、もう少し補足しておきます。OCT 装置とアルゴリズム、この2つっていうのは交換できないですよね。例えば何かをやるときに OCT 装置とアルゴリズム両方いりますってなったときに、 OCT 装置が2倍2個あるのでアルゴリズムいりませんというふうにはなりません。この2つには直接的には取り替えられないんですね。で、こういうときこれらの概念っていうのは個別的だっていうふうに考えます。なんで本来、研究が生み出す社会の中の価値というのは個別的なんですよ。で、その個別的なものが、顔がなくなって交換できるようになる状態というのがあります。で、それが貨幣化した時ということです。貨幣化ってのはお金になった時に、お金で換算されるってことは、本来顔のあるものだったはずのものが、金額という量的なものに、量で表せる顔のないものに変わるってことが、個別的ではなくなるということです。で、そこに関してはちょっと概念的に複雑なので、価値論っていうところに対応していてちょっと複雑なので、この講義では飛ばします。ただ、この装置というのは交換を通じて量的な価値、例えば貨幣価値、おいくら万円という話ですね、っていうところに帰着することが、少なくとも今の世の中では大体できているというふうに考えてください。大体っていうのはちょっとできないこともあるわけです。物があっても交換できないこともあるということもあるので、ちょっと必ずしもそうではないんですが、今の世の中では大体、顔のある価値がまず想像されて、その価値が交換されることによって顔のない価値に変わっていくということになります。で、この顔のある価値を、顔のある価値を交換して顔のない価値ができてきますよね。で、そこから、我々のやっている研究というのがどの程度社会の中で、サポートされていく正当性を持っているのかというのを考えることができるわけです。ただ今からまずその話を一回飛ばします。今からちょっと論理展開少し複雑なんですが、今、研究が価値を生み出す、ここちょっとだけまとめますね。本来ここ板書するつもりではなかったんですが、研究が価値を生み出すという話をしました。あ、そうか、ちょっと待ってね。
研究がここやっぱさっき言ったここですね、個別的な価値が量的に交換できる価値になるって話、完全に飛ばしますみたいに言ったんですが、この後ちょっと話をします。別のところとの絡みで、この次の板書でスライドで話をします。なんでちょっとこれ入れときましょう。研究がまず個別的な価値を生み出す、これが今話したところです。個別的な価値を生み出すと。で次にこの研究が個別的な価値が社会化されます。でこの研究の社会化、これですね、価値の社会化、これ一体どういうことなのかというと、人によって使われるということです。で、人に使われるということはどういうことになるかというと、これは実は交換されるというふうに考えてもいいんですね。ある人が作った価値、技術なり知識なりというのが他の人に手渡されて、そこで使われる、つまり交換される。交換されるというのは、一方的にはまず自分たちの作った知識を使ってもらうということで一方向の流れができます。でその上で他の人の作った価値を今度は我々も使って次の研究をやっていくので、やっぱり知識自体が交換されていくわけです。でこの交換によって実は、この個別的な価値というのは量的な価値に転換されます。これによって個別的な価値は量的、つまり数値で表されるような価値の量っていうのを定義できるようになるということです。これによって個別的価値が量的価値に転換される。ちょっとね、ここ多分、ほとんどの人がこういうこの議論慣れてないと思うので分かりにくいと思うんですが、まずここもう一回復習しますね。自分たちが研究をすることによって学術知識というのが生まれます。それが個別的価値です。でここで個別的と言ってるのは、例えばここで挙げたような OCT 装置とかアルゴリズムとかっていうふうに交換できない、直接入れ替えることができない、かかんでないものということです。 OCT 装置の代わりにアルゴリズムがあったって何もできないわけで、アルゴリズムが欲しいのに OCT 装置もらっても困るわけです。 OK で、なので研究が生み出す価値というのは個別的です。顔のある価値です。でこの顔のある価値が社会の中で交換されます。それはつまりどういうことかっていうと、我々研究者が他の人の使った知識を使う、それと同時に自分の作り出した知識を他の人に使ってもらえるようにする、それが個別的な価値が交換されるということです。でここでちょっと端折ってしまうんですが、その交換によって個別的な価値というのは量的な価値に変わります。いいかな。でこれ本当は価値論、マルクス経済学とかの価値論で考える問題なんですが、ここもちょっとだけ口でだけ説明しておきます。なんで交換によって量的に変わるのか。例えば知識を買う、例えばアルゴリズムという知識を買うことを考えましょう。アルゴリズムという知識を手に入れることを考えましょう。普通皆さんどうやって手に入れるか、ソフト買うよね。ってことはお金を払ってソフトを手に入れるわけです。お金を払う、じゃあそのソフトの値段ってのはどっから出てきたのか。でそこはちょっと結構いろんな複雑なルールがあって、原理があって決まっていくんですが、交換の中で自然と決まっていきます、その値段というのは。でただポイントは、お金を払ってソフトウェアを買うときに、皆さんはソフトウェア、アルゴリズムという知識の価値を、例えば5000円だったら5000円ですと考えているということです。そして5000円、つまり単位のついた数値ですよね、円という単位のついた数値、5000円というふうにアルゴリズム、つまり個別的価値を評価した時点で、その5000円というのは実は量的な価値になっているということになるわけです。個別的アルゴリズムというのは個別的な価値です。それを5000円で買った時点で、皆さんはそれを量的な価値としてみなしているということです。 OK で量的な価値になっているからこそ、
5000円と5000円で例えば交換というのができるわけです。5000円でアルゴリズムを買って代わりに自分たちの作った OCT 装置を今度は1万円で売るということができるわけです。ちょっと逆かな。1万円で装置を買ってでその1万円のうちの5000円で別のアルゴリズムを買うということができるわけです。つまり、研究によって作られた個別的な価値が交換されることによって量的になります。そしてこの交換を知識を社会化するというふうに表現するわけです。 OK。 もう一回、今の話バーッといろいろこういろんなところから見てるのでもう少し別の視点でもう一回だけ説明します。皆さんが研究をすることで個別的価値が生まれます。で、この個別的価値を人が使えるようにして交換することによって、すいません、その個別的価値を社会化するっていうのは、ことによってその価値は交換されることになって量的な価値として扱われるということになるわけです。そして量的価値になって初めて皆さんはそれをその自分たちの作り出した知識、学術知識というのを使って別のものを手に入れることができるようになるわけです。例えば別の知識というのを手に入れることができるようになる。つまりここの社会化交換というのは研究をや、研究、広い意味での研究のかなりコアな部分だっていうことです。そうじゃないと個別的価値というのはいつまでも個別的な価値であってそこでもうピタッと止まって用のない人にはもうずっと用がない状態になっている。で、逆に社会全体から見ればなんでこの人のこの研究に我々は税金払わなくちゃいけないのというふうになってくるわけです。いいかな。使えないものに対してお金を払わないと。で、そもそもお金を払うってことはそれはすでに量的価値に知識が変わってるんで社会化されているということです。つまり社会化という交換というところをなくしては研究というのがどうして今の例えばこの国で税金によってサポートされて、行われているのかというのが理解できないということになるわけです。いいかな。ここはちょっと変わった視点です。じゃあ次に注目するのがここ交換です。学術知識をいかに交換するのか、それが次の疑問。学術知識をいかに交換するのか。で、そこに対する答えとして僕自身が今から説明したいのがアカデミアという概念です。いいかな。じゃあアカデミアとは一体何なのか。これみんな考えたことあるかな。アカデミアとインダストリー、例えば、工業界と、まあ、大学とか研究所とかの研究者っていう違いでものを考えること、っていう捉えることもあると思うんですが、アカデミアとインダストリー、まあ、やっぱりアカデミアとインダストリーって言い方が一番さっくりくるかな。すっきり腹落ちするかなと思うんですが、アカデミア、じゃあアカデミアって皆さんよく言うと思うんですが、そもそもアカデミアっていうのは一体何なのかというのを考えたことあるでしょうか。一体何なのか。で、これを考えるにあたって例えばから始めていきましょう。例えばアカデミアで研究する分野、バイオロジーっていうのがあるよね。で、これバイオロジーっていうのは一体何なのかっていうと、バイオ、まあ、生物ですよね。プラス、ロゴスというギリシャ語です。で、テクノロジー。これは技術、技ですね。テクノス。プラス、ロゴスです。なんで、キーはこいつなんですよ。キーワードこいつです。ロゴス。これは、ギリシャ語で言葉という意味です。つまり皆さんが、アカデミアの中で研究していると思っている、皆さんが、異論のないところとしてアカデミアというのは例えばバイオロジーとかテクノロジーを研究するところだと考える。で、そのロジーというこのキーワードは実はロゴス、つまり言葉というところから来ているわけです。つまり知識を言葉で表していくのがアカデミアだっていうことになるわけです。それが実はアカデミアの特徴です。これ書きましょう。1番目のポイント、ロゴス、言葉。これはすなわち別の言い方をすれば論文とか出版、本にしたり学会発表したり論文を書いたり、これによって知識を社会化する。
これがアカデミアの特徴の一つです。そしてさらにこれを突っ込んでいくと、もう一個のアカデミアの、特徴というか方法論の特徴というのが見えてきます。つまり言葉で、今回はこの言葉というのはこういう意味で捉えてみましょう。文献批判、この文献批判によって知識を創出していく。知識を創出するという方法論。方法論ですね。これがアカデミアです。OK。で、この文献批判、ここもうちょっと説明してみましょう。文献批判っていうのはつまりどういうことなのかというと、例えば論文を読んで、人の書いた論文を読んで、それに影響を受けて自分も研究を行って、それをさらに論文として発表する。で、影響を受けた論文とか、自分自身が使った知識っていうのはリファレンスとして引用していくことになるわけです。いいかな？なんで、みんなが例えば論文を読んで研究して論文書いて、その中で論文を引用していくっていうのは文献批判そのものです。で、この文献批判によって知識をどん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 拡大再生産していくというのがアカデミアの特徴だったわけです。つまりアカデミアっていうのは実は知識を生産するための方法論なんですね。なんで、営利目的の団体だったらアカデミアではなくて、非営利の大学みたいなのアカデミアですっていうわけではないんですよ。例えばメーカーがやって、営利目的の営利企業がやっていても、この方法論を取っていれば、この文献批判という方法論を取って知識を増殖させていれば、僕はですけどそれはアカデミアだと思います。で、一方で非営利のはずの大学が研究をしても、それを論文とか出版、学会発表も含めて出版しないんであれば、それはもはや僕はアカデミアではないというふうに思っています。なんで、それがダメだって話じゃなくて、アカデミアというのは文献批判によって特徴づけられているということです。で、じゃあさっきの話ですね、ここ少し戻ります。ここです。まず このスライドね、このスライドで研究が個別的価値を生み出すという話をしました。で、それが、交換によって量的になることによって交換される、もしくはこれ同時に起こるんでちょっと難しいんですが、交換によって量的になります。で、それを、それがつまり出版するっていうことですね。論文にする、それをみんなに読んでもらう、そして人の書いた論文を読む、それが交換です。それによって個別的な知識は量的、個別的価値は量的価値、量的知識になります。で、そうすると、じゃあそもそもなんで研究というのが社会の中で受け入れられることになるのかというのが見えてくるわけです。量的になった以上、こういう考え方ができるんですよ。ちょっと待ってください、スライドタイトル書いておこう。研究とアカデミアと社会的価値、社会的価値、今もう価値は交換によって量的になるというところまで来たので、こういうグラフとして考えることができます。縦軸、社会の総価値量です。量的なんで、世の中にある全ての価値を足し合わせて考えられるってことね。で、横軸、これ何にするのかっていうと、時間で取りましょう。年です。で、世の中っていうのはみんながいろんなことをやって知識を作っていくので、社会の総価値量っていうのは、知識によるものだけではなくて、実際に物を製造したり販売したりっていう中で、価値量というのは徐々にこう増えていきます。時間が経つと増えていく。で、アカデミアによって作られた知識を出版します。ここです、出版。論文にしたり学会発表でもいいです。世の中に公にします。そうすると、本来こっちに行くはずだったこの価値の曲線が変わるんですよ。こっちにシフトします。いいかな？
本来はこうダラダラっとこっち方向に行くはずだったのが増えるんですよね。つまりある知識が論文として出版されることによって、この面積に相当する価値が新たに生まれます。論文によって生まれたって書いておこうかな。論文によって生まれた新しい価値です。でこの価値を剰余というふうに呼びます。つまり、ここポイントです。皆さんが例えば研究をして、それを論文として出版します。そうすると、世の中には今までみんながそれをやらなかったら生まれなかったような量の価値が生まれるわけです。で、こうやって生まれた価値の量の一部を回収して研究に充てると。実際にはこれが前借りされて、みんなの研究の、例えば費用なりコストなりを負担、コストなりになっていたということです。いいかな。でここまで来ると、なんで研究というのを税金でサポートしないといけないのかっていうのが分かってきます。なんでこう、こんな楽しいこと、みんなの夢をとかって話じゃないんですね、実は。みんなが知識を作り出して、それを社会化する、出版化することによって、世の中には新たな価値が生まれます。新たな量の価値が生まれます。その量的価値の一部を前借りして、みんなの研究というのはサポートされていたと、サポートされていることが正当化されていたということになるわけです。いいかな。でこの、じゃあこの今説明した視点に注目して、知識の拡大再生産、自己増殖過程というのをダイアグラムでまとめてみましょう。知識の自己増殖過程、じゃあこれスタート地点どこにしようかな。資金からいきましょう。みんなが例えば研究をするのに、まず先立つもの、お金がいります。資金です。研究経費、研究資金ですね。でじゃあこの資金が手に入ったら、研究するのにまず何をするのか。必要なものを買わないといけない。例えば機材、実験用の機材買わないと研究できないよね。機材です。僕実験系じゃないんですっていう人も、例えば紙と鉛筆がないと理論作れないとか、パソコンないとまとめられないとか、計算できないとかっていう人いると思います。なので機材です。でもう一つ、広い意味で見ると、研究員を雇う、研究者を雇うっていうのもいります。なので人ですね。機材プラス人で、さらに、人と機材だけでは研究というのはでは、研究結果というのは出てこなくて、新しい知識というのは作れなくて、知識を作るためには、そもそもそれの元になる知識がいります。知識です。これも、広い意味ではお金で買うことになります。お金さえあれば OK っていう話じゃなくて、例えばみんなが論文を読むときに購読料を払う、教科書を買うっていうのは、お金を知識に変えていく過程ということですよね。知識、人、機材で、あと、まあ、部材、材料っていうのもあります。でこれらを全部合わせて、知識の生産過程という中に放り込んでやると、新しい知識が生まれてくるわけです。いいかな。で、この新しい知識の一部というのは、直接こっちに戻っていきます。例えば自分で作った新しい知識をもう一回、自分で作った新しい知識をもう一回作って、次の知識を、生産する、こういう過程ですね。でこういうことも起こりえます。でただこれだと全部自分でやらないといけないので、他の人の作った知識を手に入れたいわけです。それが知識の交換って話だったよね。でじゃあそれは何で起こるのか。この新しい知識、自分たちの作った新しい知識を社会化していく必要があります。つまりこれを論文にしていくわけです。で、そうするとみんなはそれを読むことで新しい知識というのを手に入れることができます。学会発表だったら聞くことで手に入れることができるようになるわけです。で、この論文に応じて、表面的にはね、例えばこんなに成果出てるんだから、もっと研究成果、研究経費、研究費用をくださいと、研究資金くださいということで、これが資金に変えると
いうことをやるわけです。ただ、ここも実はトリックがあって、この論文っていうのは知識そのものですよね。で、それが勝手に資金に変わる、お金に変わるなんてことはないんですよ。これは知識で、これはお金です。別のものです。じゃあ、どうやってこの論文というのが資金、お金に変わっていくのかっていうと、ここに実は、意識してなかった過程、外にある過程というのがあるわけです。それが、例えばこの論文をベースに製品とかサービスを作るっていう過程です。その知識を使って、さらにそこに材料なり何なりを入れて、製品、サービスというのを作ります。で、それを消費者が商品として購入する。つまり、お金とこの製品サービスを交換することによって、それがお金になると。で、それを、この資金として回収するということが起こるわけです。で、この過程ね、この過程とここ全体の過程というのを知識の社会化と呼ぶことになるわけです。いいかな？で、これさらにもう一回これ全体を見渡してやると、我々今考えたのは資金からスタートして知識、人、機材を買う。これはまあ大学なんかでもやることですよね。で、成果が、で、その結果研究活動をする、競技の研究をやると新しい知識が生まれます。で、それを論文として出版する。で、これ大学のやることです。で、さらに予算を取ってくるって言い方をするんですが、それがこっちです。で、この一連の流れというのが大学なんかがやっている知識の再生産サイクルですということになるわけです。ただし、この大学がやってるサイクルっていうのはこの範囲内の話をしてるんですが、今こうね、この範囲内の話を、ちょっと待って、あんま良くないね。大学がやってることというのはこっちでいいかな。この範囲内だけの話をしてるんですが、実はその外というのが常にあって、ここです。これは、例えば産業がやることなんですよね。産業が製品サービスを作って、この知識を資金に変えます。で、その資金というのをもう一回回収する。貨幣に変えてそれを資金として回収する。で、大学自体はこの、製品サービスというのを外側に排出した状態で、知識の拡大再生産サイクルを回しているということになるわけです。これが、大学における知識の生産と、それを社会の中でどう捉えていくかという問題です。いいかな。で、続いて、なので、まずここまでで今日のテーマ一つは答えが出たと思います。知識、研究とは一体何なのか。競技の研究というのは、ちょっと復習しようかな。研究とは一体何なのかと。競技の研究というのは学術知識、つまり情報の生産です。で、講義の研究というのはその情報を、継続的に拡大再生産していく過程です。で、じゃあこの学術知識、差異というのは何なのかというと、それは研究がある時、ある社会、ない社会、研究のある社会、ない社会、この2つの社会の在り方の差です。で、ただこの差というのは個別の顔を持ったものです。例えば装置の名前だったりアルゴリズムだったりするわけです。この名前というのが、顔ってことね。装置だったりアルゴリズムだったり、で、それが、知識として社会に出版されることによって交換が可能になります。そしてその交換によって、価値というのは、知識というのは量的なものに転換されます。で、量的なものになるとどういうことが理解できるのかというと、縦軸、これを量として取って、横軸時間と取ると、知識が大学によって生み出されて出版されることによって、社会的な知識の量が増えるというのが分かるわけです。で、この知識の量の一部を前借りして今まで我々は研究をしていたんだということになります。そしてそれをダイアグラムにまとめたのがこれです。我々人がいて、機材がいて、知識、使う知識ですね、勉強したものというのがあると。で、それを使って新しい知識を作り出します。で、それを論文によって社会化する。で、社会化することによって、それは例えば実際には製品サービスというのを経過するんですが、交換が起こって、それによってこの個別だったはずの知識というのは顔のない量的なものになります。で、量的な知識というのは何で表されるかというと、貨幣で表すことができるので、それが資金というところに戻ってくる。で、この資金をさらに再投資して、知識、人、機材というのを購入して、もう一回新しい知識を作って、それを社会化する。で、それはさらに社会化されて製品サービスになって、資金になって戻ってくる。で、広い意味ではこのサイクル、これね、このサイクルというのが知識の自己増殖過程ということになるわけです。ただ大学っていうふうに限定すると、実はこの範囲、
ここですね、ここで切れて見えているので、成果が出ていると予算が取りやすいっていうふうに表向きは見えます。ただ実際にはここの外部性も忘れないでくださいということです。でこのモデルを理解するとどうして皆さんの研究というのが社会によってサポートされるのかというのが分かってくるわけです。いいかな。ここまでが、今日の論点のクライマックスです。でその上でもう少し落ち穂拾いをしておきましょう。研究とアカデミア、これはまあもう説明したよね。研究というのは、知識の、生産過程です。でアカデミアというのは言葉によって知識を社会化すると、生産する、社会化する、両方ですね、という方法論です。でもう一つ学というのがあると思います。学問の学。じゃあ学っていうのは一体何なのか、それを考えてみましょう。これちょっと紛らわしいんですよね。研究とアカデミアと学ってみんな同じようなもんだと思ってるんですが、実際にはそれぞれ違うものです。研究とアカデミアの違いはさっき説明した通り、じゃあ学というのは何なのか。学というのは、ちょっと待ってね、間違えた、こうです。学とは一つの根幹的な概念っていう言い方でもいいかな。でこれはさらに別の言い方をすると仮説っていう言い方もできるし、もしくは、モデル、世の中なり何なりっていうのを理解するためのモデルという言い方をすることもできます。でそれはすなわち概念、概念も書いておこうかな、概念ですと。この根幹的なアイデアから演繹される、つまり取り出される、このモデルをもとにどん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 、決定的に作り出されていく、決定論的に、ちょっと言い方よくないね、あるアイデアをもとにそこからやっぱ演繹されていく、取り出されていく一連の知識体系です。知識の体系って書いておこうかな。でここでキーワードいくつかあります。まず学というのは知識の体系です。これが一つの条件。学というのは絶対知識の体系である必要があって、例えば社会学とロボット工学の寄せ集めとかっていうのは単なる寄せ集めであって学にはなり得ないということです。でもう一つ、条件というのがこれです。ということです。もう一つの概念、もう一つの必要条件というのはこれです。アイデア、モデル、概念、仮説。このどれでも、これ全て同じものを今言ってるので、例えば一つの仮説、一つの概念だったらそれが必要だということです。つまり1個目、学というのは知識の体系である必要がある。もう一つ、そしてその知識の体系は一つの概念から取り出されてきている必要がある。一つの概念から取り出されている必要があるということです。で例をちょっと挙げておきましょう。じゃあ学って例えばどうなの。サイバネティクス、さっきもちょっとウィーナーの例で出てきましたが、サイバネティクスという学問分野があります。1950年前後ぐらいにバーッと世の中に出てきたんですが、サイバネティクスという考え方があります。もともとは第二次大戦中とか戦前なのか戦中とかに進んだ、理論なんですが、概念なんですが、それが世の中にバーッと出てきて学として成り立ったのが1950年ぐらい、戦後すぐぐらいです。でこのサイバネティクスというのは、根本概念、ここですね、1番学の条件、1根本概念がある、2番知識の体系である。じゃあこの1番、サイバネティクスの1番何なのかというと、それがフィードバック理論です。サイバネティクスの根本概念というのはフィードバック理論、すべてをフィードバック理論で説明していこうというのが、サイバネティクスです。じゃあそれから取り出される一つの知識体系というのは一体何なのか。例えばこのフィードバック理論によってミサイルやロケットの弾道の弾道予測というのができるようになりますと。つまりミサイルやロケットがを制御していくっていうのは、がどう飛ぶかっていうのはフィードバック理論によって理解できますよということです。でさらにここから信号画像処理っていうのもできるようになりました。こういう信号があるところにあると、そこから先これはこういうふうになるはずですというのを理論、考えていく。つまり内装したり外装したり
信号の内装外装ですね、内装外装インターポレーションエクストラポレーション、あの漢字がちょっと自信がないので英語でも言っときます。でもう一つは生体、生きている生体のシステムというのはそもそもネガティブフィードバックによって安定しているという考え方、それもサイバネティクスから取り出されているものの一つです。あとは金融ですね、例えば株価っていうのがどういうふうに動いていくのか、あれはポジティブフィードバック系だと考えると説明できる。金融工学、こういうところも一つのフィードバック理論という一つの根本概念から出てきます。なんでこの学問体系というのが一つの根本概念フィードバック理論というのから出てきているので、サイバネティクスというのは一つの学たる資格を持っているということが言えるわけです。ではアカデミアにおける研究とは一体何なのかというのをまとめていきたいと思います。まとめ、今日のまとめ、アカデミアにおける研究とは、もう単に復習ですね。研究とは知識の軸、研究とは何なのか、それは答えはこれでした。研究とはもう言いかけちゃったけど、知識の増殖過程である。2番、そして、アカデミアの特徴、アカデミアの特徴づけているものの一つとして知識の増殖の仕方というのがあります。そしてその知識の増殖の、あ、すいません、知識の社会化の仕方ですねというのがあります。アカデミアにおいては言葉というのが重要なので、知識は出版によって、つまり言葉になってそれが公になることによって、パンが変でした、出版一般で社会化される。3で、さらにアカデミア、研究というのは知識の増殖過程なので、じゃあどうやって増殖していくのか、アカデミアでは知識はどうやって増殖していくのかというと、知識は文献批判によって、つまり出版に出版を重ねていくことで、巨人の肩の上に乗るという言い方をするんですが、文献批判によって社会化されていくと。ということになります。で、なので、実は今日の一つ、最後に出す結論というのはここですね、文献。この文献というのがアカデミアにおいては文献というのが決定的に重要になってくるということです。文献で論文って書いちゃうね。なんで、この講義の次回、ちょっとまだ全体の構成で細かいところ悩んでいるところがあるんですが、次回かもしくは第4部の最後ですね、この講義全体の第4部の最後でもう一回戻って、そもそもじゃあ論文というのは何なのかというのを考えていきたいと思います。ここね、書いておこう。ここです。論文が決定的に重要です。でこれについては、この講義のシリーズの中で後の回で考えていきたいと思います。それでは今日の講義終わりたいと思います。で講義自体は終わったんですが、課題です。この講義自体は出席の代わりに簡単な課題を出します。でそれを、提出してもらって、でそこをもとに成績をつけていきたいと思います。で今回はちょっと内容的に問題というか課題を出しにくいところなので、今日説明したところを自分なりにノートにまとめて、もしくは単に板書を取るだけでもいいので、取ってそれを写真に撮って提出してください。じゃあ課題。
ノート、これは板書。板書、漢字わかんないんで板書って書いておきます。ひらがなで書いておきます。もしく板書、もしくは、括弧閉じず。板書、もしくは、自分なりにまとめたもの。これを写真に撮って、提出してくださいと、アップロードしてくださいということです。で、これを、今日の課題にします。で、課題の詳細は、Teams のシステムで確認してみてください。それでは、今日の講義、全部終わりたいと思います。以上です。